ヘイヤ、グミとディブロ増えてきたいと思います。今日はですね、 PTR のメタビルドというか新ビルド開発についてのみんなとの情報共有なんだけど、なんとビルドが壊れてますということで、バグビルドで何兆っていうイカルタダメージを出すビルドがちょっとあまりにも今回多いので、みんなとですねいろいろ情報共有していきたいと思います。 PTR 大丈夫ですかねということで、本日も聞いていきましょう。説明 PTR のビルドが、2つ目インフレ通り越してもうバグじゃ、そして最後にまとめという形でやっていきたいと思います。でまず1つ目に PTR のビルドという形で、今日ね共有する内容は PTR で結構なんかイカれてるよねっていうか、もうバグり散らかしているビルドが多すぎるよねという形で、新ユニークが出たのはいいんだけど、その新ユニークとかがトリガーになってわけわかんない何兆とかもう爆裂やばいビルドがですね結構出てるんですね。なのでそこでちょっとこれやばいよねっていうところになってるので、そこら辺の PTR のビルドの現状っていうのを見ていきたいと思います。でまずね、メインテーマのインフレ通り越してバグっていうところもあるんだけど、普通のビルドね、普通に調整されたビルドっていうところも話をしていきたいんだけど、まずバーバリアンのバッシュビルドなんだけど、シーズン4で猛威を振るっている、弱いっすめちゃくちゃ弱くなってて、で結構ロブの兄貴が、まあ、バーバリアンをメインプレイとしているガチガチのスーパーガチユーザーのプレイヤー、海外のが言うには、まあ、かなりバーバリアンは、まあ、今回ちょっと外れを引いてるような、まあ、あまりよろしくないような状況になってるらしいです。なので、まあ、結構ですね、ナーフが多めと、でバッシュに関しても全然弱いしちょっとしんどいよねみたいな話が出ていたりします。まあただそれでもまあ強いっちゃ強いけどねっていう形の部分ももちろんあるけど、であとは今ちょうど僕がやってるネクロマンサービルドに関しては、当然ながらミニオンビルドは弱くなってます。シャドウミニオンの病害がかなり弱くなってるので、そのせいで非常にまあ火力低下というのはまあもう当然ですねっていう感じ。ただちょっと新ユニークとか、あとはネクロマンサーのミニオンのオーバーパワービルドはまだ使えてないので、代替案としてそこら辺が出てるので、ちょっとねどうなったかはまだわかんないんですが、現状言えることはシーズン4のメタビルドだったそのバッシュであったり、まあ、あとはシャドウミニオンとかっていうところは結構ですね、まあ、弱くなってるっていうのは、まあ、言わざる得ないというか感じざる得ないっていうところになってますね。なので結構ですねメインの部分で、まあ、かなり弱くなっているっていうのは感じます、シーズン4と比べればね。でここら辺はまあ別に正直いいと思うんですよ。まあ大概案というか、まあ、そのシーズンごとにメタがあって全然いいと思うので、まあ、そこはいいんですけど、ちょっとバグのビルドが多すぎるというのが今回の問題となっております。でですね、今回バグってる代表的な、今結構海外でも有名なビルドが3つあるんだけど、それがソーサラー、ドルイド、ローグのこの3つのクラスにおいて、まあ、ローグは数億ダメージをお手軽に連発してできるみたいな、であとはちょっとまだ分かんないんだけど、レベル70で奈落の200をクリアしたやつもおるらしいのね、なんかそのバグ技みたいなそのビルドを使ってね。なのでちょっとやばそうな匂いはしてるって感じで、あとはソーサラーとドルイドはもう本当にやばいです、はい何兆っていうレベルです。でまずですね、ソーサラーに関してはチェインライトニングボルトですね。で新しいユニークがあるんだけど、それがチェインライトニングとあれするんだけど、でそのチェインライトニングをなんか無限に打てるみたいな感じになるので、ほぼでそれによってなんかやばいギミックが結構ね使えるというか、ギミックというかその組み合わせ、ユニークとあとはまあなんかレジェンダリーかなんか、ちょっと詳しくはあんまりねどの画像もっていうかどのサイトにも出てないんだけど、どの動画にもね。なのでちょっとね実際問題ねどういう感じなのかっていうのは、まあとりあえずプレイ画像とか見てみてっていう感じで、あと化身とかがさちょっと英語だから、海外の人ばっかりだからちょっと分かんなくてあれだったんだけど、まあ、とりあえずチェインライトニングボルトと新しいユニークを使って、でかなりダメージ計算が多分ねバグってるんだと思うんだよね。でそのバグったダメージ計算式でとんでもないねダメージが出てて、一応ソーサラーは4兆とか
なんか何兆とかっていうね、あの兆の桁出てて、まあ、要するに奥の次の兆ダメージ出てるって感じになってます。で、まあ、ツイッターとかでもね、あの普通にこれあった、普通に画像なんだけど、そんな感じで結構バグってるという話になってます。で、次はドルイドなんだけど、ドルイドに関してはなんかね、まずバグ関係なしにミニオンビルドが結構強いらしい。ドルイド、なんかそのワンちゃんいるじゃん、狼が、なんか普通にね、なんか何十万何百万っていうのを普通に出せるようになるみたいな感じで、なんていうかな、そのバグ使わなくても結構なんか新しいユニークとかの相乗効果で強いらしいですっていうのが結構面白そうなので、そこら辺とかもね、結構あのドルイド的にはシーズン5は面白くなるかも。で、ただなんかバグってるのあって、でバグってるのどうなるかっていうと、なんか13兆とか出せるらしい。なんか、ポイズンクリーパー、ポイズンクリーパーってちょっとごめん、あのドルイド全然使ったことないから、俺がね、そのあんまり理解力がないから、他のネクロマンサー以外に対して、なのでちょっと申し訳ないんだけど、そういったミニオン前提のポイズンクリーパーっていうので13兆出して、なんかもう奈落とか余裕でティア200クリアできるみたいな、結構気狂ってるような感じになってるっていうのがね、あります。はい、っていう感じなんで、だいぶバグってるっていうのがあるので、ここら辺もまあすごいねっていう感じなんだけど、まあ、なんかただドルイドに関してはもしかしたら普通にバグなしで使うような形でもビルドは強いかもしれないねって思ってる。なんか書き方によってね、その人が書いてたような書き方だと。で、あとはローグも新ユニークだ。新ユニークのダガーがなんかトーテムを複製して、でなんか自分の攻撃の何十パーとかの確か攻撃だっけやるんだけど、それがねなんかね結構ですね強いというか、何かしらの新ユニークと既存ユニークレジェンダリーの掛け算で意図しないダメージが出たり、意図していないその乗算とかダメージが重なってぐわーって増えて爆裂ダメージになってるっていうのがあるらしいんだよね。っていうのが本当にやばいっていう形で、前回の PTR だとイニシエの民とかのビルドがめちゃくちゃやばかったけど、まあ、そのグラフィック的に重かったみたいな理由でナーフされたりとか、あとはフローズンとかもナーフされたりとか、ソサラのねしたんだけど、まあ、そういうのは結構あったんだけど、今回は特に前回の PTR とかと比べると圧倒的に数が多くて、しかもまだアンダーグラウンドでなんか廃人のガチ勢たちが隠し持ってるビルドとかもあるっぽいから、そこら辺も含めちょっと今回は新ユニークが、新ユニークとあとは新化身、レジェンダリーの化身合わせて50個結構な量出るのよ。なのでそれによってすごいバグってるビルドが結構量産されてるっぽいっていうところで、ここら辺でねシーズン5に向けて大きく調整しないと多分いけない状況になってるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、その2ヶ月しかないから、通常より1ヶ月短いシーズン5の期間をその短くすることっていうのは、開幕を押すっていうのはちょっと難しいと思うので、非常にね例えばその地獄の軍団みたいな感じで、極炎だっけ、新しいエンドコンテンツとかの修正も非常に多く抱えてるし、ビルドに関しても新ユニークとかの掛け算とかに関しても多く抱えてるし、かなりちょっとね現状としては PTR が非常に心配になるというか、これ大丈夫かなっていう形になってるのが現状で、今そのような形でバグったなんていうんですかね、能力というかビルドがすごい出てるという形ですね。っていうところで、まあ、結構ね、まあ、多分運営はある程度把握してると思うんだけど、かなりビルド自体がバグり散らかしてて、特にソーサラー、ドルイド、ローグが本当に目立って、もうやべえビルドが、壊れたビルドが存在しているという形で、まあ、ネクロマンサーとかバーバリアンは控えめな感じに今のところなってるけど、もしかしたら廃人が隠してるなんか実はこの組み合わせやばいっていうビルドがあるかもしれないねっていうところなんで、結構そんな感じで、まあ、今ですねビルドがだいぶいろいろ吹き荒れてると、いろんなことが、そんな状況になってます。ただそのパッチの音自体は結構面白かったりいい感じだったりするので、普通にねボーンスピリット今使ってるんだけど、シーズン4でもボーンスピリット俺組んでるんだけど、全然ねシーズン5の方が強いっていうのがあるから、まあ、そこら辺でね結構ね、そう真っ当に面白いねボーンスピリットビルドとかもあったりするんだけど、
ちょっとね危険が危ない香りがしてるっていうのがちょっとまあ現状としては言わざるを得ないかなっていうところになってますね。なので結構現状としてはなんかやばそうな匂いがして止まらないっていうそんなところですね。はいという感じで最後にこれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。でまとめとしてはソーサラードルイドローグが最近ちょっと目立ってやべえあのバグビルドが出ていると。でソーサラに関してはチェインライトニングとあとは新ユニークで、さらにドルイドに関してもおそらく新ユニークだと思うんだけどミニオンビルドになってますね。狼が超強いみたいな。でさらにそのポイズンクリーパーでなんか何兆っていうダメージが出せる。でローグに関しても新ユニークのあのダガを中心に組んで、でその複製されるトーテムがあのバグった威力を出してて、それがとんでもなく火力が出てしまうという感じで、お手軽に何億何兆って出るんで、何兆はやばいんで、でそれでなんかソーサラーは普通にあれなんで奈落200クリアしてる人の画像とかもあったりするんで結構イカれてるっていう感じなんで、なかなかねワイルドな状況になってんなっていうのがまあ現状ではありますね。でちなみに言うとそのソーサラーガチ勢の人が言ってた話なんだけど、ソーサラーこのバグビルドでピット200奈落200クリアしたんだけど、そのこれを除けばかなり不満がある調整しかないからちょっと微妙だよって話はしてた。なんかもうちょっと強くした方がいいっていう風には言ってたソーサラーを。なので、まあ、そんな感じの話とかもあったりするので、まあ、結構ね、まあ、ネクロマンサー的にはね、まあ、別に代替案とかあるので、まあ、悪くないかなって感じなんですけど、まあ、いろいろね、バーバリアンがちょっと弱くなってしまって微妙だよってロブの兄貴が言ってたりするし、もっとバフが必要ってね、まあ、ロブの兄貴が言ってたりで、ソーサラの人は、まあ、そういう風にね、まあ、このバグビルド強いけど結局なんか他のビルド的にはそこまで強いとは言えないので、まあ、他のクラスと比べると相対的にもっとバフが必要みたいなっていう話はしてたかなっていう感じなんで、まあ、そこら辺でねちょっとね、まあ、クラスそれぞれいろんな意見はあるんですけど、まあ、とりあえずバグを直さないとさすがにねやばいよっていう話では正直なところありますね。はいという感じでぜひねみんなもね PTR 今どうだよとかねいろいろ話があればコメントでね現状教えていただければ幸いです。俺はね新しくこのトラグニオウルの道っていうねボーンスピリット系とあとはこのオーバーパワー、これはまあシーズン4でも使ってるオーバーパワーなんだけど、これを組み合わせて結構面白くやってるんで結構いい感じなんじゃないかなというふうには思ってますね。という感じでですね今回の PTR のビルドちょっとねいろいろあるんですけど、はいどうなるかマジでシーズン5本番はちゃんとまあある程度直してほしいんですが、まあ、そんな感じでねちょっとまあ待ちたいと思います。シーズン5、はいちょっとどうなるかわからん。これはさすがに多分 PTR って1週間しかないからこの期間では、まあ、多分直せない可能性が高いから、まあ、テストサーバーですね、そもそもテストをする前提だから。なのでそんな感じでねぜひ皆さんもね現状の PTR のご意見感想もコメントで教えてくれれば嬉しいなって感じで、今なかなかバグっててやばいよねっていうのと、まあネクロはまあ俺的には悪くないかなっていうか、俺はボーンスピリット好きだからまあいい感じ強くなってるから確実にね、なのでまあいいかなっていう感じ。普通に3億とか4億とかなんか結構しょぼい装備とかでもなるからまあいい感じかなっていう。925じゃない装備とかもあるからね全然っていう感じなので、ぜひねPTR は PTR でテストサーバーで一応本サバじゃないからね別物なんで、まあそれはそれでという形でまあ楽しんでいただければっていう感じで今日はこの辺にしていきたいと思います。で、KTR ゲームではこんな感じでディアブロの動画サーバースラムの頃からやってるので、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価で応援していただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。